はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そしてね、皆さんこの動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆さんにもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。今日は通院の日でした。なので先日の動画で先生に聞きたいことが出てきたと言っていた内容の食べ物について聞いてきました。 あとその他に奥さんからのリクエストでスーパーのお惣菜も追加されました。そしてもう一つ、これは食べ物とは関係ないんですけど、プールや海や温泉などといった子どもの夏休みの恒例行事である、まあ、いわゆる夏のレジャーですね、それはどこまで OK なのか聞いてきてくれということだったので、その辺も踏まえてお話をさせていただきます。結論から申し上げますと、全滅でした。まあ、食べ物では、まあ、生ものはまだダメです。スーパーの調理場で作られたお惣菜も完成してから何時間経過してるかわからないので、たとえ再加熱してもダメです。夏のレジャーについてもね、水中に潜む菌が怖いのでダメです。砂や砂利の中に潜むカビ菌やアスペルギウスやったかな、まあ、そんなんが潜んでるからまだダメです。といった以上の条件を満たしているとみなされたことによって、今回の全滅という結論に至りました。もうチーンですわ、ほんまにチーン。体は元気で回復していると思ったんですけど、まあ、今日の血液検査でたくさんの箇所の数値が限界を超えてくれてたんですよ。まあ、それによって先生の出した今回の答えはまだダメですよでした。で、なぜそんなことになったんだろうかという説が2つ上がりましてね。まず1つ目は慢性 GVHD です。まあ、このチャンネルではね、何回もお伝えしてきてます。皆さんおなじみのやつです。そして2つ目は、まあ、2週間前まで入院してたきっかけになった肺炎球菌による肺炎の疑いです。まあ、短く言うと肺炎です。その肺炎で体が弱くなってしまって慢性 GVHD がひどく出てしまったんでしょうねと言われました。それによって今回の要望は全滅してしまいました。まあ、それを対処する方法としましてですね、もっとひどかったら入院させられたんですけど、まあ、今回は免疫抑制剤の用量を増やす治療法になりました。免疫抑制剤の錠剤が5粒増えました。一部の容量が、5ミリなので、5個増えたので、6粒やから、30ですよね。30ミリになりました。まあ、って言っても、よう分からん数字なんですけども、まあ、それよりも、慢性 GVHD なんて、ずっと発症してたし、まあ、これからも発症していくやろうから、別になんとも思ってないんですよね。まあ、そんなん言うたら、またなんかのんきなこと言ってってね、コメントに書かれると思うんですけども、まあ、なのでね、ロールプレイングゲームのように次々と僕の目の前に立ちはだかる慢性 GVHD の壁に立ち向かって乗り越えながら強くなっていきます。僕のレベルが上がればまた新しい強い敵と戦うって感じですね。あ、この発想はね、男性特有の考え方なんですよ。男の習性です。一方女性はですね、よく先生と話し合って言うことをよく聞いて、先生との約束を守って、ちゃんと薬を飲んで完璧に治してもらうという、まあ、例えば、ママ母と血のつながりのない姉二人にいじめられているシンデレラと、ガラスの靴を出してくれた
魔法使いのおばあちゃんとのこの関係性ですよね。人魚姫のリトルマーメイドのアリエルと、約束を守れば足を上げようと言った魔女だったかな。あれ魔女ですよね。まあそう、そんなね、アリエルはね、紆余曲折を経てその約束を守ります。まあそんな関係性ですよね。女性は自分自身の希望を叶えてくれるという、病気を治してくれる、先生の言うことをよく聞くっていう素晴らしい素敵な習性を持った生き物なんです。これはね、男も見習わないといけませんね。人の言うことを聞かないのも男の習性なんでね。あ、まあまだ話がそれましたけど、この夏休みに子供との遊びが数ある中からギュッと絞ることができたのでよかったです。絞ってはまだまだたくさん遊びますので、まあ僕はラッキーですね。まあ今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。